て対局をスタートする前に解説者をご紹介いたしましょう。日本プロ麻雀連盟会長森山重和プロと新進気鋭赤丸急上昇中の古橋隆プロです。お二人ともよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。しますそれでは東パイのスタートです。お願いします。さあ始まりました。すごいメンバーですね。すごいですね。トン一曲親は秋プロ、美人が4人集まりましたよ。なんちゃに高宮、シャーちゃんに泉、ペイちゃんに宮内と、美人というところからいきなりアップにみんなね映りましたけどね。さあどうなるのかね。トップだけがね通過できる大会ですから ね。さあその秋プロドラは9-1、白がといつ赤が悪くないですね。一メンツ上がるぐらいなんとかなりそうだね。レンちゃんはなんとかなりそうかな。さあ高宮もそこそこいい。そして泉がここに白がもち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 ですね。これちょっと問題だね。さあこれ統一がちょっと多い形か。さあ構想が重なった。顔面になった。顔面になりましたね。もう嘘いきましたね。嘘からいきましたね。嘘早いね。何ぐらいからいきそうな感じはしましたが、赤嘘を引いたら今度残すかもしれない、ね、なるほど、ね、あさあここは何でも気持ち的に言うとアンズが伸びてここで何ちゃんたまで、ね、ちゃんた純ちゃんまでやりますね。おっとチーピンが重なった。おまあまあ一応順調にね、みんないいですね。角がいいですね。おっとこれは大きいですね。これ大きいね。座布団を重ねた。チュンはどうする。初から今リュウハ出たところですね、合わせましたね。ドラが9番ですね。ドラ9番ですから、おパーマ行きましたね、上伸びてきますね。そうですね、順調に狙いがないですよね。さあ9ピンは自分で切ってる。さあどうするか、そのままつもぎり。これで二差しがちょっと見えてきましたね。形ちょっと整えてかな、さあスーソーはつもぎり。宮内さんね、もう宮内プロ手なり女王ですから、さあこれ一歩前進か。ここでローソーから、あれ手なりって言われるの嫌なの何も考えてないみたいに聞こえちゃいますけどねそういうわけではないですよね。ダウト泣きますかこれ。ここはさすがに泣きましたね。泣きましたね、さあトンを泣いて三層あたりか。まあ、白がなければ漫画まで見えますが、白がもちもちなんで ね、 もちもちなんですよね。泉さんがチートイツイシャンテンですね。さあこれはそのままでしょうかね、これをどうする。これパーソー、ここはパーワンつもぎり。あと引いた、おっと引いてましたね。おっといきますね。カウワン、あそこで赤は行くんですね。もういい形ですからね、イシャンテンだからね。今行かないとね、遅くなったらやばいですよね。そうですね、行くなら今ですね。チュンがションパイなんですよね。なるほど、からチュン切りたく、おっとテンパイです。さあこれスーチーは2を受けましたね。これ3色変化ありますからね。そうですね、3色で変化すれば12000になります。さあこのスーチーはなんか出そうですね持つ人に来る人によっては。チュンが重なったがチュンは切る。さあどうだ、手の中から出すかな。手の中から、ね、いかにもこの辺が危ないよみたいなね、ないなことですかね。危ないよみたいな。でも実は違うんだよ、そういう、まあでもまあそれを意図的にやろうと思っても実際にね、あそこが入った時はしょうがないわけですから、読む方はそう読みますね。さあパーソー切ってるが一応持っといて、さあどうどう積もった。ダブトンはダブトンドライチですね。変天オールですね。上々の出し、そうですね、まあ上がるのはやっぱ上がりましたね。まあ、最初はトンがなかったんですけどね、うん、トン重ねてトンが泣けましたからね、白はもちもちだったんですけど ね。さあまず親の連チャンになりましたね。2000オールぐらいなんてことないです。まあまあそうですね、みんなも別にまあまあそれぐらいだったらって思ってますよね。1000点オールとあまり変わりませんですねいやいや、そのぐらいのそうですよね、ニュアンスですよ。
点差的には赤がある麻雀はね、赤さんが赤が3枚ありますから、打点はかなり作れますからね、さあドラはシャーですね、さあ親の秋丸くない ね、ドラはシャーですね、123、まあ、ちゃんたもありますね、さあここから何を切っていく、ペーから行きましたね、私とかあそこはあの3ピンから切っちゃったね、3ピンですよね会長なら、あの僕とか小島だけは3ピンから切ることになってるんで、さあここでドラはシャーなので地風のペーですね、スーソーから、さあここで3ピンいきますか、うん、いいかもしれない、いかないどうするかな、いかないかもしれないね、すぐに行かないっていう、ああ、行きましたね、すぐに行かないから行かないのかと思ったさあ泉もいいですね、さあこれ統一になった、まあこれちょっと統一系の手もね見れます、ただ統一系の手にすると赤嘘とか使わなきゃいけないから大変ですよね、うん、そうですね、うん、さあ赤ウアあるからね、これもう、そうですね、ね、ちゃんたがあるから、でも赤ウアあるしなってちょっと思ったね、今ね。ここでメンツが赤は使えるようになりましたね。9番。ドラがシャアですからね。さあ、秋プロはどうしますかね。おい、1来ましたね、もう。ジニスさんは見切ったと。感じか、ここもチートイツもね、チートイツも見えてきましたね、イシャンテン、おお、そこ外した、さあここで9ピン、おっと、A、ね、があんこになりましたね、うん、おっと、こうなると、ね、うん、おっとね、高宮プロ、テンパイがね、あのカンウピン、テンパイ、カンウピンか、リャンペンコは変化ありますからね、おっとトンが徐々に徐々に重ねる、いろいろ引くね、あっとこいつに行きましたね、トン生きてるんですよね、まだね、トン生きてますね、さあ面白くなってきましたよ、ウーソを切るか目いっぱいにシャー切っちゃうかっていうところですか、切るかってとこですかね、親なんでね、どうするか、手役派はね、ウーソとか切るんですかね、さあなるほど、チーピン行きましたね、これ勝手に決めちゃうと分も違うかもしれない、マージャン勝手に決めるときついんだよ、さあここ一応チートイン、何個まで見ますか、いやさあ宮内がなんか自敗を重ね、おっとこれをどうするか、まずは9ピン切りと、おっとこれで、ね、これですか、さあこれでリーチ来ました、うん、ウパピン、さあこれを受けてどうする、まだ一応順調です ね、バーピンでね、と、うん、ここチートイツもあるし、そうですね、何かただ老僧が切れないからきついの、ランソーですね、ランソーですね、ランソー切り、さあ宮内も一品、さあもう一枚切れ、あこっちも一枚切る、まあね、監視わざわざリーチの人のために監視してあげる必要ないですもんね、形もあんまり良くないですからね、さあキプロトンね、うん、ああ泣いていった泣きましたね、攻めますね、さあここで吐くから、まあ泣かないともないですかね、ああ積もってましたね、おお、そうだね、当面同士、こう、こう、ん？積もってないんじゃないですか、違う違う違う、あれ高宮に行くパーピンだね、あ、高宮積もったもんね、高宮積もですね、あ、高宮、あ、そうだ、そうだね、積もってましたね、かわいそうに、これは素晴らしい泣きに、みなちゃんドラが浮いてて苦しい形ですけど攻め返してきましたね、攻めましたね、手なりですからね、はい、羽まんまで見えるのでっていうことですかね、さあ、これはちょっと赤ウソ行きました、頑張ったね、うんね、これ結構遠いよ、これ手はね、みんな行きますね、よく泣いたね、みんな行きますね、ただいやあの嘘も結構行ってますよ、行ってますよね、うん、ただワンチャンスではあるんですよね、チーソーが3枚だからね、うん、なかなか打てないですけど結構行きますね、みんな行きますよね、この E ピンどうしますかね、アキプロ泣かない、泣かないですね、アキプロはもう大体もうあんまり行きないですよ、これね、とっ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 と、
これはどうしドラ切り、あ、まあ、今切れた馬合わせて飛車を切っていこうってことだね。おお、仕掛けてる。これでいいシャンテン。これで何初を、初も怖いですよね、ションパイですからね。さ、三、ここはもうベタベタベタって。イーソーリアンソー、イーソーリアンソー払うっていうのも、シーソーウソも通りますね。三層もあまり通ってますね。全部通ってますね。あ、ポンだこれ。これでドラ短期だ。ドラ短期だ。あらららららら、すごいですね。羽マンですよ。すごいですね。あそこから羽マンですよ。ペー聞いてるの。あ、ペー聞いてるの。ペー聞いてますね。二役本当だ。一枚いますからね。ほう。さあこれはどうなる。おお、びっくりした。これ怖いです。泉くん、これ泉の。そうですね、泉もだって、これシャア切りづらいでしょ、これ切りづらいですよね。シャアは宮内に、もう嫌だしさ、もうチートイチートイ、さあどっちが先にいる。パーピンだ、パーピンがパーピンがもうなくなってきた、どん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 。これイーシャンテンですからね。でもウーピンしかないね。あとね、ウーピンが2枚一応残ってる、そうですね。おっと、おっと、泉重ねた、重ねて入った、すごい、テンパ入れましたよ。振り通って振り点ですね。振り点、はい、そうか、振り点かい。ただ待ち替えできる牌持ってきたら、ね、勝負しますよね。かなり勝負だよね。うん、嘘嘘も振り点、振り点だらけ。もうみんなまっすぐ、これシャアがないんだよね、今シャアがないですね。シャアがない、パーピンは残ってるけど、ここでさすがにアキプロもマンズ切らないですね。もうギブアップですね。さあ、もしこれ何を引っ張そう、これはいいんじゃないですか。これめちゃくちゃ下の茶が宮内さんでマンズ仕掛けてるんですけど、これ十分勝負する価値がありますよね。位置まであるよね、これ。パーソー短期、パーソー相当相当山っぽいですもんね。あー、行きましたね。行きましたね。パーソー山だよ。これそうですよね。このボコボコってあるよ、この辺に。誰も持ってない。アクちゃんのとこ1枚。ここに1枚だけですね。あと2枚。2山。これ相当強いんじゃないですか。ねえ。ウッパーピーも2枚。